はい、皆さんこんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論からはい。4時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中一目均衡表トレンドはありません。ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、4時間足ベースは底堅く推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線上昇しております4時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です4時間シストキャスティックス売りシグナルが点灯しております はい。四時間市の一目均衡表です。ローソク足食後の位置関係からトレンドレスということです。はい。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。はい。まずはサポートラインです。サポートラインは91円ちょうどレベル。91円ちょうどレベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは92円の50レベル。92円の50レベルと考えております。 はい、右のマナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしたキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、オーストラリアドル円、本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。はい、91円ちょうどレベルから92円の5丸レベル、91円ちょうどレベルから92円の5丸レベルということです。はい、ポイント、上昇トレンド進行中も勢いはなしということで、はい、現在、えっ、ー、と、オーストラリアドル円なんですけども、91円と92円の間、レンジ内での推移となっております。ただ、こちら92円を、 上抜けしまますすと買いいにに勢いがつく可能性も十分考えられれお取引をされる際には十分ご注意ください、とといいうことですはい、そういうことでチャート形状的に言いますと、4時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中1問均衡表トレンドレス状態、ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、オーストラリアドリエン本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と考えております。オーストラリアドリエン本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には 底堅く推移と考えております最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります